24日、YBC ルヴァンカップファーストラウンド2回戦の9試合が各地で行われた。2024シーズンから新方式となり、J1 から J3 までの全60クラブが出場する同大会は、2回戦から J1 勢が登場。本日の試合では多くの番狂わせが起こった。動画、フルスジー大阪を下した白井春との勝ち越し弾。J36 位の FC 琉球は、 J16 位のガンバ大阪とホームで対戦。先手を取ったのは琉球で、ボックス手前で味方の落としを受けた富所優が右足シュートを決めた。G 大阪は後半頭に鈴木特進のミドルで追いついたが、76分に琉球が勝ち越し、最終ラインの裏へ抜け出した G 大阪出身の白井春人が GK との1対1を制して恩返し弾を決め、 2対1で下克上に成功した FC 琉球が3回戦進出を決めた。ブラウブリッツ秋田 VS 湘南ベルマーレ、AC 長野パルセーロ VS 京都さんが FC の2試合はどちらも延長戦で決着。秋田は54分に先制されながらも、青木翔太が74分に同点ゴールを奪う。1対1で迎えた延長前半7分。 ピッチに立ったばかりの小松蓮が味方のクロスを押し込んで逆転ゴールを決め、J2 秋田が J1 湘南を2対1で下した。長野は前半のうちに京都に2点を先行されたが、三田直樹のゴールで1点差に詰め寄りハーフタイムへ。さらに84分、黒石高谷のゴールで追いつくと、延長後半4分には左 CK から杉井壮が逆転弾。 こちらは3対2のスコアで J3 長野が J1 京都を破っているファジーアーノ岡山 VS 横浜 FC カターレ富山 VS 清水エスパルスは延長戦でも決着がつかず PK 戦に突入 J3 富山が J2 首位を走る清水との PK 戦を制した一方延長戦にも1点ずつを追加した J2 同士の対決は横浜 FC に軍配が上がったその他の結果は以下の通り ファーストラウンド2回戦、4月24日、奈良クラブ0、6六三フレッチェ広島、カターレ富山0の0、TK6 月5日、清水エスパルス、ファジアーノ岡山3月3日、TK3 月5日、横浜 FC、FC 琉球2チガンバ大阪、ブラウブリッツ秋田2の1湘南ベルマーレ、ロアッソ熊本0の1サガントス、 A.C. 長野パルセーロ3-2京都3が F.C. ザスパ群馬1の三加レーソル。ガイナーレトッリ2のゴーラレッズ。4月17日。岩手ブルージャ森岡0-1セレッソ大阪。バンダーレ8の部1の2鹿島アントラーズ。F.C. 今治1。ニビッセル神戸。鹿児島ユナイテッド F.C.0-1 東京ベルディ。V. ファーレン長崎1のゼロジュビロ岩田。 ギラバンツ北九州1の 2FC 町田ゼルビア、大宮アルディージャ0の2名古屋グランパス、松本山雅 FC1 月1日、TK2、4、アビスパ福岡、いわき FC0、2アルビレックス新潟、YSCC、横浜0の 4FC 東京、アスルクラロ沼津1の3北海道コンサドーレ札幌、